おはようございます。お願いします。どうですか。寒いです。寒いですか。めちゃくちゃ寒いですね。中丸くん、大丈夫寒さ。ダメです。ダメでしょ。こんな寒いのはちょっと。何か、あの、あったかいの寒いものやろうか。あ、いや、もうめちゃくちゃ今着込んでるんで、でも。大丈夫。はい、大丈夫。寒さはでもあんまり体感これは今日寒くないんだよ。本当ですか。こんなもんじゃない。え、めっちゃ寒いっすよ。これより普通だとあとマイナス5、6度。うわー、冷凍庫、うん、今日まだあったかい方、はい、あったかい方。だって後頭部痛くなるぐらい寒いっすよ。寒いっすよ。マフラーこういうのやるの。あ、マフラーね、しないと。そうそう、 首だけでも。いやー、やっぱ青森は寒いな。よろしくお願いします。皆さん、応援団入ってそう。もうあれですね、分ごとに顔がもうパキパキになってきますね。そうですか、はい、なるほど、ちょっとやってみていいですか。はい、よし、じゃあこのラインをちょっと真似して、うん、で、雪をどかしていって。そうそうそう、それ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 、これ抜いていく。抜け、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 抜け。めちゃくちゃ、あ、取れた取れた。はあ、なるほどなるほど、こういう感じか。よいしょ、はい。いや、立派ね。それを、やばい、ミキサー。これ入れていく。そう。上げ。トラブルです。子玉は。上げる。後回しにしますか。これ、あのさ、これを絞りたて飲んでほしい。それをゆっくり押していく。ゆっくり押していく。あ、OK、 あ、いける。おー、すげーすげーすげー。え、めちゃくちゃ絞れんのこれ。そうだよ。はい、よし、終わりましたね。おー、で、うわ、絞れたてだ。マジでうまいっすね。不思議な味でしょ。うん、だから皆さんのあのメロンという人も、柿みたいな柿、はい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 、さまざまな表現するんですよ。うん、いや、本当に本当に果物。人数を見せないで飲ませると、いろいろあの表現する、面白い。あとこれって繊維ってどこ行ってんですか。ほら、今ほらこの繊維を食べてみなさい。あ、繊維、あ、これ繊維。うん。あ、これはこれで食べられるんだ。そうそうそう。お隣。皆さんもやってみる。あ、ま。甘っ。そうでしょ。こっちも甘くなってる。これでアイスクリーム作ったり、夏場の。嫌な香りっていうのが一個もなくて、本当にただただもう果物寄りの甘さしか目立ってない。もうめちゃめちゃ電話鳴ってますね。誰からですか。仲間から出てるよって。あ、なるほどね、見てたのかね。不思議だわ。これ切れてる。やっぱいいもんはいいなぁ。濃かったです。濃い人参でした。気温はどうですか。寒いです。寒いは寒い。これ慣れんのかなと思って。指先と後頭部ともう顔一面がもうだんだん麻痺してきますよね。そうですよね。というわけで、次回はですね、高知県から中継しますので絶対見てね。